上ヶ浦に来てみました。ちょっと寒いけどイオンで買ってきたお弁当を食べます。週末はひどい人だかりになってますけれども、まあ、今日はちょっとブラブラ歩いてみた。宮崎の海もさ、ひどいんだけど糸島もすごいね、ゴミ。船が埋まってる。あそこがよくあのインスタとかに登場する翼ですね。これが波平さんですね。浜の端っこにやってまいりました。こんな感じ、ぐーっと回ってここはこんな感じ。犬好きなんだけど、ね、愛犬家なんだけどさ、やっぱりあの愛犬家の悪いところはあのみんながみんな犬が好きだと思っちゃってるのね。で犬が怖い人もいるわけだから、できればあの短くリードをつけたら短く持つとか、そういうことしてもらいたいよね。今みたいに放し飼いは持ってるほか。チャンネル登録よろしくお願いします。